飲食店の店内から激しい黒煙と炎が上がっています。警察などによりますと、今日午後5時ごろ、北松浦郡佐々町一場面の飲食店で炎と白煙が出ていると近くにいた人から消防に通報がありました。出火したのは梅慶園庄屋佐々店で、現在も消火活動が続いていて、消防によりますと40代の男性従業員が煙を吸って病院へ運ばれたということです。最初は煙だけで、まあ、徐々に屋根から火が出てきた感じで、びっくりしましたね。ちょっと近いので、周りがですね、いろいろ商店がいろいろあるので心配です、はい。現場は西九州道佐々インターに近い飲食店などが立ち並ぶ場所です。